ということで、バンシーを水の中で撃つとどうなるか検証していきたいと思います。それでは行きます。それでは行きますよ。はい。まあ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 、すごい、もう水の抵抗なく飛んでいきます。それでは、キネティックでバンシーを防げるかやっていきたいと思います。それでは行きますよ。どうぞ。お、防げる。あ、すげえ。でも一瞬でキネティックなくなったんだけど。それでは続いて、ヘッドショット判定があるのかと。ヒロトさん、どう思いますか？ヘッドショット判定あると思いますか？あるんじゃないですか、ね。本当ですか？はい。それでは行きます。それではカウントダウンお願いします。3、2、1でお願いします。3、2、1。おお！ヘッドショット判定は普通にありそうだ。でもヘッドショット判定って必要ないよね、この武器。だって一発で死ぬんだもの。それではバンシーの弾はヒートウェーブで防げるのか検証していきたいと思います。いきます。はい。 あれ防げなかったかな。ヒートウェーブ貫くわ。それではこの武器で UAV が壊せるか検証していきたいと思います。それではお願いします。 UAV 弱い。ナイス。 UAV 弱い。お、難しいぞこれ。 お難しいぞ。いやいやいや、難しいぞ。ちょっと待って。あらまあ、おお、すげえすげえ、すげえ、え、すげえ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 よ。やば、一発で壊しちゃった。やばい、ランチャーいらないじゃん。ランチャー、すげえ、びっくりした今。びっくりした、びっくりした。マジで対空できんじゃんこれ。それではダート対バンシー、どちらが強いのかやっていきたいと思います。それではいきます。いきますよ。はい、せーの、いきます。来てますよ、来てます、来てます、減衰してます。はい、はい、おお、はー。それではセントリーガンとバンシー、どちらが強いのか検証していきたいと思います。ヒロトンさん、どちらが強いですと思いますか？まあ、バンシーが勝つと思います。ですよね、ですよね。ということで、やっ、あ、怖い怖い、やっていきたいと思います。それでは、3、2、1、イグニッション。はい、はい、はーい。そして次は、最大キルストリーク、マザーシップと、いきたいと思います。果たして彼女に勝つことはできるのか。それではこのでっかい宇宙船マザーシップ、彼女と戦っていく。それでは行く。それではヒロトンさん、お願いします。さあ、はい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 、お、え、え、壊した？え、え、待って、え、え、壊した？え、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 壊れた、壊れた、やばい、え、え、え、壊れた、え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 、壊れた、え、え、壊れた、え、やばいやばい、びっくりしたびっくりした、だいぶダメージ入ったみたいな、え、え、やばい、え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 、壊れた。すごいすごい、壊れたんだけど、びっくりした、すごい、嘘、やばい、びっくりした、びっくりした、嘘、結構ダメージ入ってました。玉川さんが打ち始めの時に半分切ってたんですけど、それでもだいぶ早く落ちた。やばい、まずは出した人の気持ち考えてください本当に。マジで？対空いけそうじゃないですか。これ対空いけるね、これマジで。マザーテレサじゃなくて、あのマザーシップ近くにあったら普通に壊せるよこれ。車は全然壊れねえんかい。ヒロトさん、
今日はありがとうございます。今日の感想をお願いします。バンシー強すぎてもこれから愛用するしかないこれ中武器です。いや本当にやめてください。え？いや本当にやめてください。え？いやもう当たったからに扱いますよ。おう負け。はい。それではオーバードライブとこのバンシーバンシーババンシーの弾速はどちらが速いか検証していきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。それではいきますよ。 3,2,1 でいきます。はい、3,2,1 1992年ムッツリーニが政権を握り、ファシスト政権が誕生した。1933年にヒトラーが政権を握り、6年に第三帝国が誕生した。俺は今戦艦帝国にハマっている。いやー、もうちょっとうるさい。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。